はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、長野県の佐久平ハイウェイオアシスというところに来ております。はい、ここのね、あのパーキングエリア、サービスエリアか。うん、このサービスエリア、なんとカブトムシドームがあるということでやってきましたね。はい。はい、楽しみだね。うん、じゃあ行きましょう。うん。さった。カブトムシドーム。そうだね。うん、結構遠いけど、歩いて行きましょう。はい。まずこっち行こう。まずこっち行く？うん。じゃあまずは、昆虫体験学習館だね。今やってるね、イベント。はい、あ、うん、あ、リッキーブルじゃん、下の。かわいい。リッキーブルでした。あ、本当だ。標本だ。標本を一点一点入れてる。すごいね、これ。クラントシノカブト。この子たち生きてるんだ。そうだ。あ、効果する。すごい。タンです。うわ、すげえ、すごいね。あー、来た来た、ネプチューン。ネプチューン。来てるの初めて。想像以上にでかい。見てみよう。パカ。ノコギリクワガタの幼虫。なるほどね。下が暗いコーナーみたいなので、行ってみよう。行ってみよう。うん。純度こっちだったよ。虹色。虹色。ヘルク。あ、パパキノコガタ。本当だね。ヘルクのメス。あ、いたいたいた。蝶々が放し飼いされてるよ。こんにちは。あ、すごい。これ触れ合い？これ何？赤足クワガタじゃん。うん、ここだじゃない。いやー、違うね。赤足だよね、多分。あ、やばいやばい、こいつ落ちてる。虹色だ。あ、本当だ。触れる。じゃあ指一本。僕、指一本。うん。虹色挟んでもって。指輪だ。指輪。虹色指輪みたいな。いい指輪だ。虹色コアだって挟まれても全然痛くないんだよね。いいよね。うん。結構。木を持って、ね、引っ張んないんでね、背中を触ってあげて。可愛いね。うん。いつか欲しいよね。うん。ほら、なんかひっかいてる。おい、こっち来いよ、こっち来いよって言ってこっち来いよ、こっち来いよすごいギアがすごい、うわぁ、うわぁすごいね、うん、挟まれてみる？え？痛い。痛くないですか？痛い。すごい、うわ、ひょー、いや、ギラファこんな近くで見るの初めてだな。うん、すごいね、うん、かっこいいな、ね、待って、ほら、背中座った。おっ、すごい、こんななってんだ。パラダすごいね、うん、で、昆虫ドームはどうやって行くんだろう。あっち、あそこカブトムシドーム入り口って書いてある。あ、カブトムシドームか、間違えた。どこ？あ、あっちだって。うわ、この辺にじゃあクワガタとかカブトムシいるんだ。どうだ、見えてきたよ、カブトムシドーム。ほんとだ。あ、これだ。よく行こう。これ入場無料かな。入場無料みたい。じゃあ注意。すごいね、うん、くんもういい。そうだ、元気、元気っぽい、うん、あ、下にもいた。あ、この子、この子飛んだばっかりなの。そうだね、羽もなんかおかしくなっちゃってる。戦ってる、戦ってる。おー、あー、勝った。戦ってた？うん。こっちが今勝った。小型 VS 小型で。地面がある。地面は合うカブトムシ。今ちょっと攻撃モード入ってるから。本当だ。攻撃してる。本当だ。小型。イエイ、しっかり捕まっちゃった。ガシッってなってる。降りるかい。このカブトムシは健康的だね、みんな。うん、ギーギー動いてる。だからこういうふうに地面に入って、地面を張ってるカブトムシがいるから気をつけて歩かないと ね。 そうだね。いやー、来た、超小型の本物を銃撃しちゃってんだ、この子。ちゃんさ、こう見てどう思う？宇
ちの竹蔵の方が可愛いかな。そうだね。はい、ということで今回は長野県にある佐久平ハイウェイオアシスパラド、パラダ、パラダじゃないやってきました。はい、面白かったね。昆虫館もあって、カブトムシドームもあって、うん、かなりカブトムシと触れ合えてよかったな、ね、ちゃん、うん、楽しかったですか。楽しかった。よかったよかった、うん、はい、昆虫館巡りのこれが第1回目ということになるかな。そうだね、うん、ちょっと全国回れるか今年は分かんないけど、うん、何年かかけて回っていきたいね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、これからグッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、チャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。